ックドキドキ。さあということで今回からスクールモードの2週目をやっていこうと思います。多分ね続きからでいいよね。オープニングを飛ばしますか。この辺は飛ばしちゃいましょう。じゃじゃーん。で一応確認ですね、前回までで、ね、通信簿のねコンクリートが終わったところですね。なので今回からお出かけチケットを使ったイベントの方を順番に見ていけたらなと思います。まずは石丸くんからだね。で一応確認だね、やっぱレベルは引き継いでるので1周目よりかはだいぶ楽になるのではないかなとは思ってるんですが、頑張っていきましょうか。おう、今見たんだけどさ、お出かけチケットは引き継ぎじゃないんだ。しまったな、これ完全に勘違いしてたわ。じゃあある程度貯めた方がいいね、特に序盤のうちは作れそうなモノクマさんの時はね。よし、ということで行きましょう石丸くん。で今回はこちらですね、お出かけチケット使っていきましょう。なあ、選べるんだ、自分で選べんだね。食堂、購買部、図書室、娯楽室、音楽室、植物園。順番に行くか、食堂で。多分複数回あると思うんで、食堂にやってきた。みんなで揃って過ごすことも多い場所だけど、今は僕たちの他に人影はないみたいだ。さてどうしようかな。やっぱり朝食は和風だよね。小腹が空いたからハンバーガーだよね。何か飲む？やっぱり朝食は和風だよね。その通りだ。ああ、もちろんだ。ご飯に味噌汁、それに漬物があれば十分だ。だが洋食を一切食べないわけではないぞ。昼食にトーストをいただくこともある。目玉焼きにバナナがあればなお満足だ。分かったか。何にせよ朝食は重要だ。ナイン君もきちんと食べるべきだぞ。よし、すごく楽しんでもらえたみたいだ。よかったよかった。なかなか有意義な時間だったな。毎日が各割たいもんだ。今日という日は二度と来ない。同時に過ぎていく日々に同じ日は二つとない。決して後悔などしないよう毎日を全力で生きていこうではないか。いいかね。ではそろそろ部屋に戻るとしよう。行くぞナイン君。これがワンセットなのかな。ぽいね。校内放送です。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。とりあえずワンサイクル一周一通りというか一回ずつは行こうか。いろんな場所ね。そのためにもモノクマさんのスペアを作らねば。そうだ、ちなみにさ、モノクマさんでチェックできんだよね、好感度が。にゃほほ。おー、ちょっとだけ動きあるね、石丸くん。オッケーオッケー。やっぱお出かけチケットだ。よし、頑張っていこう。これをマックスにしていくことをね、目標に頑張っていきましょうか。よし、では、行きましょう。購買部にしましょう。いろいろ行きたいよね、せっかくなんで。購買部にやってきた。何でも揃ってるんじゃないかってくらいに物で溢れ返ってる。僕たちの他には誰もいないみたいだけど、どうしようかな。このカッチ欲しいな。制服はあるのかな。アニメの DVD 新刊あるかな。どれかな。まあ制服かな。いいか。
学校の購買な、もちろんあるだろう。少なくとも僕はここで買うつもりだ。ふむ、早くこの学園の制服を身にまとい学業に励みたいもんだな。まあまあ話は盛り上がったかな。今日はなかなか濃密な時間を過ごしたな、ナイ君。いいかね。閉じ込められてるからといって諦めてしまっては成長もなくなってしまう。それぞれがこの場でできることを見つけて実践していこう。分かったか。ではそろそろ部屋に戻ろうじゃないか。よし、では次行きましょう。さあ、では行きましょう。図書室行きましょうか。図書室にやってきた。埃っぽいけれど、たくさんの本が揃ってる立派な施設だ。僕たちの他には誰もいないみたいだけど、どうしようかな。ここにはよく来るの？漫画も読みたいな静かな場所だね。ってなると、ここにはよく来るのかな、この三択だったら。いいかね。もちろんだと思う。授業も教材もない状況でまともに勉強ができるのはここだけだからな。しかし学園長を名乗るモノクマ以外に先生がいないというのはおかしい。我々は学ぶためにここに来たというのに、学校側に受け入れ体制ができていないとは。まさかあのモノクマ、全ての教科を教えられるプロフェッショナルだとでもいいのか。まあまあ話は盛り上がったかな。盛り上がりそうですね。いいかね。分かったか。よし、コツコツと行きましょう。さあ、どんどん行きましょう。次、娯楽室かな。よし、行きましょうか。娯楽室。なかなかすごい組み合わせだけど、ブラックスにやってきた。いろいろな遊具が並んでいて、学校内とは思えない雰囲気の部屋だ。僕たちの他には誰もいないみたいだけど、どうしようかな。あれはダースかな。雑誌の占いをチェックしよう。どんな雑誌読むの。あれはダースかな。うん。ダースか。実は以前セレス君と手合わせしたことがあるんだが、マジか。なんか素敵なゲームだった。結果はセレス君の全勝だったかな。まだまだ僕も精進が足りないようだ。まあまあ話は盛り上がったかな。良さそうだったな。反応的には。いいかね。わかったか。なんていうか、でも意外なところですよね。セレスさんと石丸くんの組み合わせか。さあ、では次は音楽室かな。行きましょうか。あ、待った、間違えた。しまった。さあ、今度こそ。さあ、今度こそ行きましょう。音楽室。音楽室にやってきた。音楽室というよりも、ちょっとしたホールみたいな作りになってる。さて、音楽は好きだな。ライブに行きたいな。弾ける楽器はあるの？音楽は好きだな。いいかね。学生たるもの、音楽で感性を磨くのもまた大切なことだ。よし、では校歌でも歌おうじゃないか。学生なんだから愛好精神も持たねばな。お、すごく楽しんでもらえたみたいだ。よかったよかった。なかなか有意義な時間だったな。毎日が格ありたいもんだ。いいかね。ねえ、だいぶ良さそうな感じだね。さあ、では続きまして植物園かな。行きましょう。これで一応一通りって感じだね。足らない分はまた周回していきますか。植物園にやってきた。偽物の青空の下でいろいろな植物が育てられている。中には見たこともない品種もあるみたいだ。
スプリンクラーだ。鶏じゃん食料にならないね。この場所が好きなの。それは肉の量のことを言ってるのか。鶏は卵を産むんだからそれを食料にすればいいだろう。いや、オスの可能性もあるな。その場合は人間なせばなる。いざという時はさばいて食うしかあるまい。いいか。そうか、ナイ君、分かったぞ。この学園は僕らに教えてくれてるんだ。人は他の生物の命によって生かされてるとな。お、良さそうな感じだ。いいかね。これで一通りの部屋は行ったけど、ただあれですね、どのくらいの好感度が上がったのかっていうのを一応一回チェックしたいかな。ではでは、いい夢。まだ半分ぐらいな気がするな。たださあチェックしてみましょう。ちょうど半分ぐらいかな。よし、ではあとは周回すすって感じでやっていきましょう。どうしたんだろう、石丸くん。何か考え込んでるみたいだ。あれ、なんか違うね。ふむ、え、今の声でまさか石丸くんの心の声の、なんか始まった。心んぱ開始。肯定と否定だ。こういうのがあるんだな。2箇所あるんだな。行ってみようか。おお、同意か。いいね、無印論破で同意のアクション悪いな。それでいいんじゃないかな。突然何を言ってるんだ。価値観の薄毛とかそんな風に難しく考えないでほしいんだ。僕は石丸くんの話を聞きたいと思ってるから。ナイ君、嬉しいぞ。君のその気持ち本当にありがたく思う。だがしかし、石丸くん、いいかね。今僕を苛んでいるこれは話を聞いてもらったところで結論出る話じゃない。それに単に僕が思うところを淡々と述べるだけの無駄な行為になってしまう。意味もなく僕の価値観を声高に唱えるのはやはり相手にとっては迷惑なことなんではないだろうか。迷惑じゃないよ。そういうことを許せるのが友達なんじゃないかな。僕はこれまでの人生で何を学んできたんだろうな。ナイ君、よければこれからたまに話し相手になってくれるか。もちろんだ、喜んで。おー、そういう感じのもあるんだね。よし、すごく楽しんでもらえたみたいだ。いいかね。さあ、ということで一応ね、最後のお題のところまで走り抜けてきました。でですね、この魔法使いモノクマしっかりと素材集めてきました。行きましょうか。ん、おお、これはモノミちゃんだね。何これ、もはやモノクマじゃないんですけど。もういいや、しょうがないな。とりあえず出来上がったってことでご褒美あげるよ。あのね、でももう50日経っちゃうよ。まったくもう
このやり方でやっててもダメみたいだし、他のやり方を考えることにしましょう。はい。というわけで最終日まで適当に過ごしておいてください。そうそう、結構頑張ってたみたいだし、ご褒美にこれもあげちゃいましょう。おー、嬉しいね。ねえねえ、それの使い方は、もちろん、まあ言わなくても分かってるよね。一応ですね、石丸くんの好感度こんな感じになってます。多分ね、何かあるんじゃないかなと思うんで、このまま進めていきましょう。さあ、体育館だ。おはようございます。おはようございます。成長せよ。おはようございます。さて、お前らも分かってるだろうけど、今日で約束の時間も終わりです。いやー、長かったよ。本当にいろんなことがあったよね。ひょぼー。これもお前らがろくなものを作らなかったからだよね。まったく退屈で死んじゃいそうだったよ。そんなシーン、鮭を取ろうとして足を滑らせて焦げて死んだ以上の恥さらしじゃないか。そんなに暇だったら自分でも作ればよかったじゃない。そんなこと言っちゃう？言っちゃった？僕はね、怒ってるんだよ。なんでだよ、ちゃんとスペア作ったじゃんか。作った？作った？ニュアンスで言えば作っただよね、これ。これじゃあモノクマじゃなくてピンウサじゃない。イライラ。お前ら僕を否定するの？僕はお前らの創造性なんて求めてないんだよ。そんな風に怒るんでしたら、もっと具体的な指示をいただきたいですわね。まったくですな。曖昧な指定でスケブを頼むのと同じぐらいに迷惑千万な話です。諦めろ。これ以上文句を言うなら貴様自身で思うままに作れ。仕方ないな。このままじゃ本当の学園生活が始められないし、まだ使いたくはなかったけど、あれをここでも解禁しちゃうしかないようだね。あれって何なの？あれとはお前らみたいなのをちゃんと働かせるには目の前の餌だけじゃダメだってことだよ。飴とムチって言うしね。もしかして何か罰を？なんだよ。お前らが悪いんだよ。ちっとも僕を満足させてくれないんだもん。そもそもおめえが機能をいろいろつけろって言うから手こずってんじゃねえか。なんだべ。そうだべ。言い明かりもいいとこだ。何を言われてももう決めちゃったの。後ろ向いちゃった。今回から進捗チェックをパスできなかったら代表して1名に罰としてお仕置きを受けてもらいます。で、お仕置きって何する気なわけ？簡単に言えば、処刑ってところだね。何？処刑？にゃほほほほ。ちょっとお下品な言い方をすると見せしめかな。こんなことで命を奪うなど。あれあれ、別にいいじゃない。順番がちょっと繰り上がっただけですさ。はい、順番って何のことだよ。確かに。そいつは言いないな。というわけで本日お仕置きされる人を発表します。本気なの？本当の本当にお仕置きなんてするの？もちろん。もちろんですよ。お前の身にはどう聞こえたのさ。さーて誰にしようかな。なんちゃって、実はもう決めてます。今日のお仕置きは苗木誠くんに受けてもらいます。ちょっと待ってよ、僕がお仕置きってなんだよ。ほら、君みたいな草食系地味男子って最初にやられる雑魚か主人公の二択でしょ。今回は最初に犠牲になる雑魚ってことで。そんな。では早速始めちゃいましょう。待ってよ、そんな、なんでどうしてん。超高校級の幸運であるナエ君のためにスペシャルなお仕置きを用意させていただきました。では張り切っていきましょう。お仕置きだ。待て、おやおや、許しません。なにこれ、マジ、俺らの作ったロボットが勝手に。マジか、そういう展開あるんだ。動いた、そして喋った。何が起こってるんだ。皆さん、奇跡ですよ。皆さんが呼び寄せた奇跡です。え、僕たちの言葉に答えた。じゃあこのロボットには本当に意志がある。君は一体。おー、うさみちゃん出てきましたね。未来からの使者、魔法少女ミラクルうさみです。やいやい、モノコマ観念するですよ。お前の出番はまだまだ先だろ。
確かにここで出てきちゃったら今後の展開が問答無用。あーやめて許しません。うほー消えてなくなれ。いやー強いなあさみちゃん。2でこうなるはずだったのに。2って言っちゃってるもんな。シャボーン。モノクマはウサミに何かを手渡しヨロヨロと去っていった。は？何これ、そんなこんなことって。なんだべ、俺らは何を救っちまったんだべ。もしかして人類を滅ぼしてしまうような何かか。あなたは、あなたは何なの。そうですね、そうでちゅ、あちらの皆さんがここで育んだ絆です。絆こそが希望のかけら、たくさんたくさん腐り合ったその輝きがあちらを未来から導く道しるべとなってくれました。皆さんよく頑張りましたね。未来からだと、どういうことだ。それはどういう意味だ。そこは重要ではないんです。だから答える必要もありません。はい、さあこれを受け取ってください。そう言ってウサミが差し出したのはモノクマからさっき受け取ったものだ。これは何かのスイッチですわね。もしや、それはもしや、そうです、玄関ホールにある外への扉を開けるスイッチ。おお、じゃあなるほど、出られるんだな。じゃあやったぜ。よかった。長い道のりでしたが、一人として欠けることなくこの日を迎えられたのは喜ばしいことですな。よかった、本当によかったよ。喜ぶみんなをウサミは微笑みながら見ている。ウサミが何者なのかわからないけど助けてくれたことには間違いない。だから言葉に出して感謝したかった。ウサミ、その助けてくれて本当にありがとう。お礼なんていいんです、私を呼び出したのは皆さん自身ですから。それにこれから先のことは、これから先のこと、ふい、いえ何でもありません。今日までのここで過ごした日々を、絆という希望を貫いてきた日々を決して忘れないでください。そしてこれからも絶望に負けないで頑張ってくだ。ウサミ、おい止まっちまったぞ、電池切れかな。そもそもこれに電源なんてついてないわよ。あれ、じゃあなんで今まで動いていたの。ウサミが何者でもさ、モノクマを倒して僕たちを助けてくれたんだから。つかさ、よし。これを考えるとね、最後のお題だけでもやっておく必要があったかもね。みんなそれぞれ脱出に向けて動き出す。そんな中、僕はもう一度ウサミへと向き直った。ウサミ、呼びかけてもウサミは何の反応も示さない。さっきまで動いていたのが嘘のように。大輝くん、何キリギリさん、ねえ、ウサミが言っていたでしょ、私たちがここで育んだ絆、絆こそが希望のかけら。でもこれどういう意味なのかしら。それはきっと人と人とのつながりこそが希望を生み出すってことじゃないかな。そう、つながりが希望。誰かと共にあるということ、それがどんな闇をも照らす光となる。なるほどな。そして未来への道も照らし出すということか。一人一人の間のつながりは小さな欠片かもしれませんけど、たくさん集まっていけば光り輝く希望になるはずですよね。そうだよ、この数日間で確かに僕たちはそれぞれ何かを得た。ここに来る前の僕たちは広い世界にただ散らばった小さな欠片のようで、そのくせ一人で全てを背負おうとしていて、その行為の結果は例外なく絶望につながることにまるで気づいていなかったんだ。ここでみんなで手を取り合って何かをなすことで僕たちは知った。誰かの手を取ればただそれだけで絶望は遠のいていく。二人でダメなら三人、それでもダメならもっともっと。そして今僕たちはこうしてみんな揃ってこっから出ていく。
あれ、江ノ島さんどうかしな。別に何でも。ひょっとして、もしかして江ノ島ちゃんも私と同じ気持ちなのかな。あのさ、ここから出ちゃったらもうみんなともバラバラになっちゃうのかなって。せっかく仲良くなったのにさ。朝日のよ、これが永遠の別れではない。共に過ごした仲間なんだ。それは何があろうと変わらない。そうですぞ。ですね。わーい。なるほど。ぶっちゃけさ。うん。僕たちの元いた場所へ。そう、僕たちは帰るんだ。退屈で平穏で、でもだからこそとても大切な当たり前の日々へ。ここにいるみんなと一緒に、胸に抱いた希望のかけら、そこから紡がれる未来も、もしかしたらあるかもしれないほんの少しの絶望も、すべてはまたそこから始まるんだ。脱出する前、石丸くんと二人で少し話をすることにした。お、これが多分個別エンドみたいな感じになるのかな。こうしてこの場所に来るのも今日で最後なんだろうか。わけがわからない学校生活だったけど、改めて振り返ってみると楽しかったかな。モノクマが何だったのか、僕たちの入学はどうなってしまったのか、謎は残ってるけど、ひとまずここを出てから考えるしかないか。石丸くん、あんまり嬉しそうじゃないね。やっと出しすぎるのに。ナイくん、君は笑わないでくれるか。僕は正直怖いんだ。学校という規律のある空間から住んでて、一体何が待ってるのか。それは今ここから出ることだけではない。僕ら学生はある意味学校に守られている、そうとも言えるんではないか。この閉鎖されている空間にいるうちに、ふとそんなことを考えてしまったんだ。そっか、学校から卒業して今までとは全く違う世界に出ていくのは勇気がいるよな。いいかね。だが我々はここで立ち止まってるわけにもいかない。それも僕はここで学んだつもりだ。石丸くん、僕が天才を嫌う気持ちに変わりはない。だが僕の心には大きな変化があった。大切なのは努力を怠らないことなんだ。かつての僕は少々勘違いをしていた。苦しんだり悩んだりする姿を他人に見せることは弱さにつながると。だがそういうことではなかったんだな。それを僕は君に教えてもらった。成長せよ。ありがとう、ナイ君、感謝してる。ここは非常におかしな場所だったが、僕にとっては間違いなく学び屋だった。嬉しいじゃないか。嬉しいじゃないかが味わるな。僕は僕の人生にとってかけがえのない時間を過ごしたことを幸せに思う。僕も同じだよ。変な学校生活だったけど、楽しい思い出もできたから。だからこれでみんなとお別れとは思いたくないよ。いや、ナイ君。え、いいかね。君に頼みたいことがあるんだ。僕に。聞きたまえ。僕は以前君に言っただろ、あることを目指し共に頑張ろうではないかと。それって、おお、選択肢が天才という敵を倒す、努力する者が報われる世界。なんだっけ、努力する者が報われる世界、努力する者が報われる世界だっけ。聞きたまえ。その通り、それを作り上げる手伝いを君に頼みたい。それって比喩表現じゃないの。つまり比喩ならではないぞ。天才が幅を利かすような世の中ではなく、努力した者こそが報われる、そんな世界をこの手で実現してみせる。そのためにまずは政治家になろうと思うんだ。そういえば石丸くん、おじいさんも政治家だったって言ったらしい。もともと素質あるのかも。分かったか。なぜ他人事の顔してるんだ。君も一緒に政治家を目指してもらうぞ。同じ理想を掲げ、二人三脚でこの国を変えていこうではないか。僕には無理、絶対に無理だよ。努力の前に無理だという言葉は存在しない。その石丸くんの笑顔はとても輝いていて眩しくて、これからたとえ暗闇に飲まれるようなことがあっても、石丸くんならきっと乗り越えていける。僕の隣で未来を語って笑っている石丸くんも、僕にとって希望の一つの形なんだから。おお、これはなぜだ。なぜなんだ、石丸くんのパンツ手に入った。まあ、多分個別エンドの得点なんだろうな。こうして僕たちの希望ヶ峰学園での学校生活は終わりを告げた。はい、ということで今見たのが石丸くんのエンドみたいですね。では次は
戸上くんかな、順番でいけば。戸上くんいきますか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。